サム・パーキンスはアメリカ合衆国ニューヨークシブルックリンク出身の元バスケットボール選手。NBA のシアトルスーパーソニックスなどで活躍し、現在はインディアナペーサーズの副社長を務めている。ニューヨーク州の高校から1980年にノースカロライナ大学に進学。マイケル・ジョーダンやジェームズ・ウォージーらと共にプレーし、1982年に NCWA トーナメントで優勝を経験。さらに1984年ロサンゼルスオリンピックの出場メンバーにも選出され、金メダルも獲得した。現在でも黄金ドラフトとして名高い1984年の NBA ドラフトでは、ダラスマーベリックスから全体4位という高評価を受け、NBA 入り。1990年までマーベリックスの主力として活躍した。 1990年オフにロサンゼルスレイカーズに移籍。ノースカロライナ大学時代のチームメイトだったジェームズ・ウォージーと再びプレイすることになる。移籍1年目の1990から91シーズンにレイカーズはカンファレンス優勝を果たし、NBA ファイナルは同じく大学時代のチームメイトだったマイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズとの対戦。 しかし、前世紀を迎えつつあったブルズに、レイカーズはなすすべなく1勝4敗で敗退。1992から93シーズン途中に、シアトルスーパーソニックスに移籍。1993から94シーズンは、ウェスタンカンファレンス1位で終えたものの、プレイオフ1回戦では、リケンベムトンボ率いるデンバーナゲッツに、まさかの敗戦。1995から96シーズンこそ、 ウェスタンカンファレンスを制してパーキンスは2度目の NBA ファイナル出場となったが、前人未到の72勝10敗を記録したシカゴブルズにソニックスは食い下がったものの2勝を4敗で力尽きた。1998から99シーズン、インディアナ・ペイサーズに移籍。翌1999から2000シーズン、ペイサーズはイースタンカンファレンスを制してパーキンスは 自身3度目の NBA ファイナル出場になる。相手は、パーキンスの古巣のローサンゼルスレイカーズ。シャキール・オニールとコービー・ブライアントのコンビが噛み合った、レイカーズに、パーキンスも、オニール相手に奮闘したものの、パーキンスに、リック・スミッツ、デール・デイビスのペテラン人をもってしても、オニールの猛攻を食い止めることはできず、勝負が決した第6戦は、スミッツが、 ファウルアウトを喫するという幕切れで力尽きた。翌2000から01シーズンはスミッツが引退し、デイビスが移籍したために65試合出場で41試合に先発で起用されたが、2001年オフにペイサーズからの契約は更新されずに引退。パーキンスは NBA ファイナル出場3回を誇りながらも、ついに NBA チャンピオンを経験することはできなかった。 2008年にインディアナペーサーズの選手、人事部関連の副社長に就任、同年にはニューヨーク市のバスケットボール殿堂入りも果たした。ありがとうございます。